平野紫耀の生配信に横浜流れ星がサプライズ登場し、ファンの関心を集めた。優勝トライン削除発言に推測続々。感動の瞬間。日本の人気アイドル、平野紫耀（翔平野が2023年8月30日、自身のインスタグラムで生配信を行い。 その中で親友である横浜流れ星、ライウサイン横浜がサプライズで登場し、大きな話題となりました。この生配信はファンにとって待望の瞬間であり、平野と横浜の友情について新たな情報が明らかにされました。さらに横浜が明かしたライン事情についてもファンの興味を引きました。この記事では、 この生配信の詳細とファンの推測について掘り下げていきます。生配信の成長8月30日平野耀は自身のインスタグラムでファンとコミュニケーションを取るために生配信を実施しました。事前にみんなを喜ばせたいという予告を行い、その後別の場所にいた横浜流れ星との生配信を行いました。 この生配信は大きな話題となり、視聴者数は50万人を超える盛況ぶりでした。ファンからは、まさか日本最強のイケメン二人が揃うなんて、といった歓喜の声が続出しました。平野と横浜は、2018年に公開された映画、ハニーで共演し、その後も交流を深めています。 平野が同世代の友人が少ない中で横浜との友情を大切にしていることが伺えます。ファンにとって生配信中に二人が並び楽しそうに雑談を交わす様子は非常に魅力的な瞬間であったことでしょう。横浜流れ星の LINE やめたから発言、生配信の中で横浜流れ星は平野に対しごめんね、いつも連絡返すの遅くて と謝罪する場面がありましたそして、驚くべきことに、横浜は、大丈夫、俺も LINE やめたから、普通に一旦やめてみた、とトークアプリ、LINE を削除したことを告白しました。この発言に対して、ファンの間では様々な推測が飛び交いました。 一部のファンは、横浜が共演者との LINE グループの誘いを断り切れず、必要のない会話に巻き込まれることを避けるために LINE を削除したのではないかと考えています。特に、芸能界での共演者とのコミュニケーションは頻繁に発生し、無用なストレスを避けるために LINE をやめることは理解できるかもしれません。 一方で、平野潮は過去に共演女優からの飲み会の誘いを毎回立っていたことを明かしており、彼の人間関係の中で、LINE を通じたコミュニケーションに慎重な一面が垣間見えます。このため、平野と横浜の友情は、お互いに理解し合い、適切な距離を保つことができる特別なものである可能性があります。今後の、 展望生配信の最後に横浜流れ星からの誘いに応じて平野耀は以降、以降、と大いに興奮しました。この友情の深さとファンにとって喜ばしい瞬間は今後も二人のコラボ配信などで続く可能性が高いでしょう。彼らの生配信や交流がファンを楽しませるだけでなく芸能界の中での友情の尊さを示すものとなっています。 平野紫耀と横浜流れ星の生配信はファンにとって特別な瞬間となりました。この生配信で披露された横浜の LINE やめたから発言はファンの興味と推測を呼び起こしました。彼らの友情は共演者とのコミュニケーションに慎重な一面を持つ彼ら自身の個性と芸能界における人間関係の複雑さを反映しています。 今後も二人のコラボ配信や友情の進化に期待が高まります。彼らの友情はファンにとっては刺激的で芸能界における素晴らしい関係性の一例となっています。